疲れ様です。どうしました？毎朝僕この竹に打たれてカメラ。うわ、何これ、これ何これ、仙人が住む竹。すごい天然の滝だ。タボさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。腹見せて、腹いえ、もう一回腹だけ。ええ、お疲れ様でした。お願いします。綺麗な腹だ。じゃあ今日どうでした、振り返って。今日ようやく釣れたんでよかったです。ね、45アップ2匹と合計もう30匹ぐらい釣ったんじゃないかな。いや、もう、ね、釣ってないですよ。まあ、これは長いやな。カップラーメン動画作るから。いや、タボさん、カップラーメンじゃ今からご馳走になるということで、インスタントラーメンやっていきましょう。まずこれね、これをこれとかやったら、これをまず水で加熱ね。火つけて、水入れて、火つけて、水、まず水入れて、これ汚いんじゃない、これも洗った、洗っていいで、今俺が洗っていいで、これの方が汚いで、これ水こぼしたらいかんだよ。水を任すんで、これ水平にしたいな。何だと沸くの時間かかる。とりあえずプレマンパンやろうか。これでカップラーメンな、これうお、ついた。なんていう機械か、阿坊さん、これ。これみんなが持ってるキャンプ用の必須ですね。高いの、これ高いの？いや、そんなにしないですね。あ、もうこれがあるだけでいけちゃうんだ。うん、そう。こっからうまくカップヌードルに注げるかな。そうやな。まあまあ。でもまあまあやってみようか、やってみようか。いいね、キスさん、これ。おう、ね。シーフードヌードルビッグ。うん。これ今日の夕飯ですね。俺はこれ食うわ。カップヌードルビッグ日清の。これいつもシーフードばっか食べとるから。あ、そうなの。今回はナチュラル、カレーもあるの。うん、うわ、たまらんな。大変けんかな。あ、坊さん、それも食べるの。アサギも食べようか。お湯が足りれば。足りんか。お湯が順位消えとる。大丈夫、大丈夫。いやいや、じゃあこれいる人。うわ、おった。はい、自分は結構ね、こんぐらいに見ちゃうんですよね。あ、ありがとう。気をつけてもらって、これ映すときに大やけどしちゃうんで、これこの間大やけどしたんだ。ひどかった。これちょっとぬるいかな。いや、ぬるいだろこれ。ぬるいかな。いや、もう十分や。ぬるめが好きな人でいいかもね。ぬるめのお風呂を好きな人みたいな。ぬるめのお風呂。俺が寝たら早く行くわけね。やっぱいいよね。最後大丈夫、大丈夫。最後もう軍手で。でもいいよね、こういうとこでこれ食べるのは。もういい。あ、撮ってんの。撮ってる、もちろん。営業トーク。なんか急にも喋りかけたのか。ね、喋りかけ。いいよね、こういうとこで。いいね、いいね。いいよね。うん。どうでしたか。ビッグ。ビッグ。ビッグ。おお。もう3分経ったんじゃねえか。はい。結構自分はね、ヌードル水でも食べれる。水でも食べれるから、下、猫背なんですよ。だからこのぐらいでも食べちゃう。いただきます。うわっ、やばい。うわ、カップヌードルうまい。うまい。エビがちょっと臭いけど、エビ臭い。もうちょっとやっぱ混ぜた方がいいんじゃない。エビ臭い。いや、俺こうなの。もうカップラーメンこれなの。あ、割りだ割りだ。いこうか。来た来た来た。おい、OK。じゃ、ターボさん来ましたこれ。はい。もういいんじゃないですか。もういいね。これ足りるかな、俺な。手を先入れる。はい、置いてみて。ちょうどいいんじゃない。いや、いけるんじゃない。ちょうど足りるぐらい。足りるけど、食えなくなる。気をつけて、気をつけて。うめぇ。
いよ。うまい。うん。サーボンさんどうですか？これ。いけるんちゃう？カップラーメンうまいよね、外で食うと。外で食うカップラーメン最高やな。めちゃめちゃうまいよ。もう俺はさっき食べちゃってますけど。いけそうだな、これ。アサリ汁は頼む。今度行くカップラーメン格別だね。うまい、うまい。いやうまいよ。よだれがほっぺた落ちたわ今、うんうん、ほっぺた落ちたよかった、うん、表現使ったか来るんやろ、うん、久しぶりに聞いた、うん、久しぶり、うん、その表現自分で使ったことないかもしれない。うそ、ほっぺた落ちたって俺はい、うん、なんかそのほっぺた落ちるで親戚のおじさんとか、ね、おばさんとかおばさんに言われるイメージそんな感じのイメージだね。最近言わんよね。言わない、言わない。最近の若者、新しいことはどんどん作っていこうか、うん、今年の流行語わかりますか？今年の流行語、うん、あ、そうやな、新型コロナじゃないか、それな。いや、なんかいろいろ若者のピンピンとかね、もうピン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 うるさいんだよ。ピンなんや。ピン知らんの？え、あー、ピン、ラインある、ラインでピン、うん、このドイツもこいつもピンピンうるさいんだと思って。これ、これでしょ。そう、あれ流行ってるのって。流行ってるの。そう、若者言葉で。あ、そうなの。みんながピンピンインターネットを話してる。そう、俺はもう それなーい。あ、それな。それなも流行ったの。それなも流行ってる。それなはね、もう3年何年か前から、でもみんなそれなそれなばっかり。うん。流行ることだ。で、ワロタっていうのは、あの、お、日本中でワロタが流行ったのね。これをね、うん、俺の研究結果によると、愛媛県ってワロタっていうの。あ、笑ったこと笑ったって言うの、うん、いや、言わない。いや、お前はそれは転校生だ。あ、転校生、転校生。え、笑った言うでしょ。笑った言います。あれ、愛媛県独特の言葉なんですよ。それが日本中に広まって、インターネットでみんな笑ったって書き始めた。できました。笑ったよ。シーフードできました。食べろ食べろ。できました。はい、食べて。うまそう。これはいいでしょ。あれ、ワロタってのは愛媛発なんだよ。あ、そうなの。そうそうそう。と思ってる、俺は。ワロタって言うかな、言う。言うでしょ。言うよね。ターボさん言うよね。だから、あの、樋口さんはその、もともとその島根と山口とその、あっちの方の人だから。うん、それワロタなって言うやん。ワロタって言うよ。それワロタなって。ワロタ。ワロタ。あんまり意識したことないけど。いやいや、だから、生粋の愛媛じゃないから。最近昔使ってたよね、昔のおじいちゃんおばあちゃん。はい。うん、うまっ。うまい、ね、うん、うまっ、うん、シーフードやっぱり。うまい。うまい、うん、あれ映っとる？うん、映っとるよ。アップにしてほしい。うんよ。どうでした今回の撮影？グさん。カプラーメン。正直、うん、超過的にはいまいちだったね。そうやね、うん。確かに期待してたから。まあでも40アップ一人で今日2本釣ったり、うん、まあ釣れた方だかな。師匠はね、うん、昨日釣れなかったもん今日釣れたって。よかった。あ、そうか。昨日、奇跡の坊主で、二ばらしで。で、今日はもう気合で、40アップ2本から。やっぱね、箱、うん、師匠の実力からして坊主とかね、ありえない。そうだよね。俺もそう思ったな。師匠の実力からするとな。もともと70釣ってんだから、この人。そうだよ。俺もその噂は聞いてね。思わず忘れとった。そう。よく釣れたね。脳進化で釣れた。脳進化。脳進化に俺も変えてから最後、まあまあ釣れた、うん。釣れるね、あそこは。体が温まってうまいね、やっぱり。うまいな、ね、カップラーメンは。夜になったら寒いからね。うん、昼間暑かったけどね、うん、山の天気は変わりやすいって。寒くなっちゃいました。もう秋だから。そうですよね。あったかめがいい。ターボ師匠、今回、あの、いつもこれ、
動画の最後にいつもやってもらってるのがあるんで、それ見てもらって終わりましょうか。そうですね、はい、で今日のバス元は一応あのあれ、ね、あれ3で出ましたね。これは、これ面白い最後のパワーあれがいいよね。やっぱり本物だな、これ本物だ、パワーそれは3000回数いく、3000回いくわ、今回もね。おじゃあ、お疲れ様。あ、ありがとう。後片付けだけして、帰りましょう。どうしようか。があって、空があって、田舎があって。